ただいま朝食中でした、長いナギでした。次は工藤静香の禁断のテレシバ、テレバシ行きます。チェリーミチに呼び出された夜のプールバーで、もうダメダメ、一人きり私、青いグラスの前、肘をついた抜きで、もうダメダメ、すれ違う心、指の隙間からこぼれ落ちてゆく船たちの叫び声、瞳の窓、さよならを感じてても、悲しみを感じてても、あなたを愛してるから、ちょっと待って、次の言葉、テレパシー、さよならを感じてても、悲しみを感じてても、今だけ気づかせないで、ちょっと何も変わらない、ふりをして、ドアの開け方でも機嫌ぐらいわかるわ、 I know you know you know、 見つめ合う言葉、お願いだから何も言わないで、バラバラの優しさは小さなトゲ、受け止めても、思い出受け止めても、あなたを忘れられない、ちょっと待って、広い背中、キンパシー、口づけ受け止めても、思い出受け止めても、今夜は恋人でいて、時はいつもいつもみんなの、テレパシー、さよならを感じてても、悲しみを感じてても、あなたを愛してるから、ちょっと待って、次の言葉、テレパシー、さよならを感じてても、悲しみを感じてても、今だけ気づかせないで、ちょっと何も変わらない、ふりをして、禁断のテレバシ87年、工藤静香でした。ナギでした。いいねおしゃれ、できたら登録お願いします。 See you。